はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スルシロカンナでございます。それではデジモンストーリーサイバースルス追加からやっていきましょう。前回ですね、テリアも密着24時というちょっとね、お涙ちょうだいな、サブ依頼をクリアしましたので、今回はこの平行世界系を、やっていきたいと思います。七大魔王の、デジモンたちとの戦いですね。まあ、とりあえず、フンヌから行きましょう。ミレンとこ行けばいいのかな？ミレンとこでいいかな？あ、よいしょ。なんで、一応、七大魔王って確かウイルス種がほとんどだったので、ワクチン種多めのメンバーで、編成しております。こんな感じかな。インペリアルドラゴン、パラディンボールと、アルファモンは、そろそろ来てくれる頃だと思っていたわ。よし。お主は誰だ？この人、誰？人に聞くよりまず自分からではないのか。この子は電脳空間の波間を泳ぐデジタルの奴隷にして女探偵の忠実なるしもべ。奴隷って言うな。そしてあなたを助けてくれる、そうね、言うなれば運命の人よ。はじめまして、どうも。奴隷にしてしもべが私の運命の人？うん。奴隷でしもべで何が悪い？紹介するわ。この子はサヨ。うん。あなたや私がいるこの世界とは違う世界、パラレルワールドから来たデジモンテーマよ。うん。勝手に呼んだの？なんで勝手に呼んだの？実はね、サヨの相棒のディアナモンが突如として姿を消してしまった。それさ、大変だ。それでデジラボのミレイさんに相談したら、元いた世界からこっちの世界に連れてこられたってわけ。ミレイさん顔広すぎん？でもミレイさん私はディアナモンを取り戻したいだけだよ。そうだよ、自分の力で取り戻しなじゃあ。どうしてこんな貧弱で脆弱で意志薄弱そうな子が私の運命の人なの？そこまで言わんだっていいんじゃないの？そこまで言わなくったってさ。で、この子なんだけど、私が大好きでいつも喋ってる、サンバーストムーンライトの、主人公の女の子なんだよね。で、合ってるんだよね。確かそうだったはずなんですよ。だからディアナモンを、まあ、ムーンライト兼、この紫色の格好をするっていうんであって、で、ディアナモンはね、ムーンライトのパッケージで、パッケージにはおらんわ、ごめんな。ルダモンだったパッケージ。そんなの、納得できないよ。こっちだって。何がどうなってるのか、ちゃんと説明して。持ってこようか、引っ張り出してこようか、ムーンライト。いいぞ、いいぞ、ディアナモンもオメガモンもおるぞ。ディアナモンを取り戻すには、七大魔王のデジモンをすべて倒す必要がある。任せろ、それぐらいやってやるよ。いや、私がやる。七大魔王だったら私が全部倒したよ。でもこっちの世界にはまだいるぜってことではないの？そういうことじゃない。それはあなたのいた世界の七大魔王でしょ。ほら、悪魔系デジモンの頂点に立つ七体の魔王型デジモン、七大魔王。ベルゼブモンとかリリスモンとかだね。彼らはその力の強大さゆえに全ての平行世界に存在している。それは一種の封印のようなもので、各世界に存在することで彼らの力は分散しているの。じゃあめちゃめちゃ強いんだ。誰が仕組んだわけでもない、宇宙の摂理として自然発生したシステムよ。へえ。さよ、あなたたちがあなたの世界の七大魔王を倒したこと、この世界の七大魔王は力を増した。なんで？どういうこと？その罰としてあなたのディアナモンが消されてしまった。は、消すなよパートナーですもんよ。そんな私そんなつもりで。分かってるよ、大丈夫だよ。ええ、でしょうね。でもこれは起きてしまったことよ。二
てしまっちゃったじゃないのよ。この世界の七大魔王を倒さない限り、あなたのディアナモンは帰ってこない。なかなか重たいストーリー与えるね、私に。ディアナモンがいないあなたは七大魔王に太刀打ちできない。まあそうか、ストーリー上考えたらルナモンがパートナーやけん、それ以外の子は君たちのストーリーでやってねっていう話やったもんね。だからあなたが七大魔王を討伐する。やだ、理不尽な罰を受けたディアナモンを助けるため。そのために理不尽な依頼を受けるんですか、私が。でも私にだってテーマとしてのプライドがある、うん、この子に全部任せるなんて。ナイトクローのエースやったもんね。最初は新入りやったのに、もう最終的にエースになってたもんね。そうね、あなたは向こうの世界ではコロシアムで優勝した最も優秀なテイマーだものね。マジで、あのさ、ミノモンタガの虹色の泡を耐え切ったっていうのかい。ミノモンインペリアドラモンパラディンモードミノモンっていうクソみてえなパーティーのコロシアム制覇したんだったっけ。あ、なんかそれぐらいの敵があったんよ、コロシアムって。けれど今のあなたは無力な存在。相棒とプライド、どちらが大切なのかしら。なのかしら。こんな貧弱で脆弱で意志薄弱そうな子が私の運命の人だなんて、到底絶対断固信じられないけど。ここじゃなかった気がするんやけど、ムーンライトやってた時。今はミレイさんを信じるよ。うん、分かった、じゃあやるわ。私はダークムーンシティのテーマチーム、ナイトクローンのサヨ。合ってた、よかった、知識間違ってなかった、ありがとう、ありがとうございます。デジモンストーリームーンライト勢の勢には分かるんじゃないかな。ダークムーンシティとか懐かしい、生きてよろしく。よろしく。勘違いしないでよね、シンデレラ。私君のこと認めたわけじゃないんだから。ツンデレって言うんだよ、そういうの。決まりね。あ、それじゃあ七大魔王の討伐よろしくね。任せろ。七大魔王の居場所は私が占ってあげる。準備ができたら声をかけて。すべては運命の導くままに。これどんぐらい強いんだろうな、敵。忘れちゃった、やってた時ね。やってた時どうだったっけな、どんぐらい強かったっけな、覚えてないな。まあ行こっか。あなたが次に倒すべき七大魔王の居場所占ってあげるわ。見えたわよ、セントラル病院デーモンだ。わかった、任せろ、任せろよ。デーモンぐらいだろ、任せろ任せろ。こっちやってな、ディアナモン釣る。いや、ディアナモンじゃあれだ、相性悪いわ。ダメだ。相性悪かった、ダメだった。いやでもああやってさ、ムーンライトから引っ張ってきてくれるってすっげえ嬉しいことじゃない。だってムーンライトってさ、2000何年だ、10年は行ってなかったはずなんだよ。何年前の、何年に出たんだっけ。おお、デーモン、ムービーが用意されてるなんて。ムッテルル、ちょっともう行くのね、もう間髪入れないのね。みんな集中。おい、ここの重くな。わあ、嘘でしょ。ハードモードやばないこれ。嘘やろ、嘘やろ、おい、嘘やろ、おい、嘘やろ、おい、ほんまでっか、ほんまでっか、ほんまでっか、嘘でっしゃろー。コウシロハン、コウシロハン、これこれきついかもしれまへんわ、うちうちこれ命をリレーかもしれまへんわ。いや、あの開幕即死やめへん。半減受けで即死ってもう終わってんだよ。あー、どんぐらい入るかな、これガルルキャノンで。ガルルキャノン、あ、やばいね。これハードモードやばいかもしれん。4000何歩食らうね。普通で4000何歩やろ。半減受け出しして。半減受けでも、でも焦点やられてたよね。ちょっとやべえな。ドラマ帰ってきてくれ。
あ、でも行動早くねっていうか、手数がやばい。これはきついな。やばい、サンダーホール全体は確か打ってこない、こいつ。あ、ナイスナイス、ホームよく受けた。ありがとう、ホーム。回復のためも。どんどん繋げて。いや、ビビっちまったよ。いや、ガチすぎんだろ、あいつ。マジかよ。ちょっとシャレになんねえわ、これ。これ、シャレにならねえな。で、ガルルキャノンってあれだろ。ガルルキャノンってあれだったらきついな。いけるかしら、ちょっとダメージ上がっちゃうか。いけるか、いけるか。チェンジ、シャイングレモン。違う、ミラージュやね。ミラージュワンパンされるからダメ。絶対ワンパンだからダメ。シャイングレモン。頼む。激怒したら全体来る、やばい。でもズワルとか多分生きれるから。いやー、やだー、やだよ、もう、こういうのやだよ。もうやだ、うち。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、危ない。死んじゃうよ。死んじゃうよ。死んじゃう。死なないで。きついよ。死なないで。やばいね。これはナッシングだね、普通に。貫通で、だって800、500でこれでしょ？ちょっとこれはもうノーマルでもいいでしょうか？すごく思います。ノーマルでもいいんじゃないでしょうかってすごく思うんですけど、ダメですか？これが続くんでしょ？これが続くってやばくない？シャレになんないよ。でも7代デジモンとか言うてる場合じゃないよ。なんで怒った瞬間にお前のターンが来るねん。やべ、お目が映るかもしれない。こんなはずでは。こんなはずではなかったね。そうだね。これでいいだね。これきついめや。やばい。ハードモードとブレ、ブレブレじゃない。ハードモードブレすぎだめや。ガルルキャノンしとか、いや、回復してみようか、一回。ちょっとさぁ、ちょっと、おかしくない？レベルマックスだよ、うちの子たちにしよう。危ない、死んじゃう。このままじゃ負ける。負けるか、でも、900あれで。攻撃力ダウンするんだよ、この技。だからあんまり使いたくなかったんだけどな。ファイナルオーラしとこう。どうしたもんかね、知力下げられてるか、回復力下がってるしね。メディカルスプレーだね。メディカルスプレー。パラジャジャンテテンチチン。メディカルスプレー結構元は多分プレイはしてるはずだけどな、私これ。まあ、一周目はノーマル、一周目、二周目ノーマルでやってるからな。痛いな、7000って何？ 7000 って何？ 7000 って何？ちょっと待って、半減で7000ってことは14000、通常ダメージ。頭おかしいんじゃん。ダメージ計算おかしいよ、それ絶対さ。絶対ダメージ計算おかしい、もう。無理かもしれない。普通にきつい。これハードモードどうやってクリアするんですか、皆さん。装備が弱いからですかね。装備が弱いはありますね、正直。強い装備ラスボスまで取っとこうって思って、これ。クリア後だったっけ？クリア後じゃなかった気がしたんやけどなぁ。クリア後じゃなかったと思ったんですよ。クリア後の依頼だったんかなぁ。オメガもしか打点がない。どうしよう。そう、メンタルブレイクビルの地味にうざいんだよなぁ。物理でいくか。でも多分な、視力低いと思うんだよ、デーモンって確か。だからメンタルブレイクフィールドでダメージ軽減してるんだと思う。40って何?40 って何？これね、これのダメージのムラがすごい。出ましたね。2倍点やけん、7000が通常ダメージやろ。
え、通常ダメージなん？でも7000が通常ダメージやもんな。半減で4000やもん。そうだな、合ってんな。なんだなんだ、嫌がらせか、嫌がらせじゃねえの、これ。勝てねえな。一日くないでとか半分も削れてないんだけど、これやっべえよ。あ、半分削れない半分も削れないよ、これ。どうしたもんですかね、どうしたもんですかね。済んだかもしれない。このフレームインテルの打点が高すぎる、やばい。皆様へ、ね、あれなんですけど、ノーマルモードでいいですかね。ノーマルモードじゃないとこれは無理だな。さすがにうちのメンツだと。これは無理だな。さすがにきつすぎるな。開幕4000で全滅したもんね。そんな、まだまだ。これからなのに。4000は送りじゃんから、これどっからになるんかな。どこでセーブしたっけ。始める、動画撮り始める前だよね、多分私これ。動画撮り始める前ってことは、そうだね、パーティーから変えなきゃいけないね。どうしよう、パーティー見直すか。多分って、現状の子たちは勝てんよな。どれぐらいノーマルモードでぬるくなるかを見て、パーティーデジモンを弱くするっていうのはありか。そうだな。でも一応まだね、最強パーティーじゃないんで、アルファも交流券とか眠ってますからね、この辺で。多分ノーマルにした瞬間にね、ゆるくなる気がするのよ。感覚的にね、感覚的に今までの体感考えると、多分結構ぬるくなる。多分結構ってなんか二重の意味になっちゃったけど。まあいいでしょ、行きましょう。最後の必要なかった、これで。依頼受けたらもう一回話になるんですけど。サルちゃんの話聞くことになるけど、まあいいか。じゃあもう、屈辱。二度目の屈辱。二度目の屈辱を味わっている。新田くんの次に屈辱。畜生。普通に屈辱だな。荒らさせてもらうけど、ここはもう連打で飛ばさせてもらいますね。この子は、わしの名前わかんな。ミレイちゃんの家僕ではないけど、実はね、それで、でもミレイ、どうして、そんなに、リアナしてね、ごめんね。なんだよ、もう君のせいで強くなったんだよ、彼らはその、それは一種、誰が仕組んだ、さい。その罰、ええ、でこの世界にリアナモンがだから、でそうね、話が一切入ってこない。こんな日に今は私はよろしく。ほんまムーンライトのコロシアムってクリア後に出てくるやつがめちゃめちゃ強かった覚えがあるんやけど、なんかね、ほんまにミノモンの虹色のままでうちの究極体がどんどんボコられていくのを思い出すんやけど、いつもね、あれがクリア後だった気がするよね。だった気がするの。ごめんね。ムーンライトとかも。いや、でも、私、発売当時に買ってた人じゃなくて、中古のを買って、セーブデータ消して、一から楽しんじゃってた人やから、発売いつだったんだろうな。2008か9じゃなかった。5じゃないはずなんだよ。2005年じゃなかったと思うけど。まあ、再生よろしくお願いします、デーモンさん。デーモンさん、なんでムービーあるんですか？七大魔王だから。デーモン、一番強いイメージなかったけどな。
みんな集中。さあ、これでどれぐらいのダメージをくるかですね。フレームインフェルノで。シャイングレーム落ちましたね、ノーマルモードで。マジでノーマルモードでシャイングレーム落ちるんですか。どんだけ耐久が神なんですか。あれ、そんな神相当だったっけ、シャイングレーモンって。え、でも2700、2500やろ、2570あるんやろ。ここでガルルキャノンでどれぐらい入るかだね。800ぐらい。あ、まあそんなもんか。じゃあノーマルでええな。これあれやろ、すげえクリア後な可能性高いな、このクエスト。多分クリア後な気がするね。だってこんな強かった思いないもん。あれ、クリア後だったっけ。もう7大魔王のやつって300やで。だっていや、でもハードモードと比べて楽。圧倒的に楽やな。ちょっと舐めたパーティーで来とるけどな、若干。いや、シャイングレーモンのバルトモードがちょっと弱いんだよな、これで。これで弱いのよ。こうやってダウンが入るんよ、自分で。自分の首絞めてるからな、この子。それ考えると弱しはないんだけど。あ、やっぱ、オメガモンズアルトしか勝たんな。勝たんは、オメガモンズアルトしか勝たん。勝たんだね。ボードゲームだね。いや、まさかね、ちゃんちゃんちゃんで倒せると思っとったから、前半後半に負けたろうとか言ったけど、無理だね。怖い、きつい、怖い、怖い。アイアンドロボン、おお、もう。なんであんな打点高いわ。やっぱフレームガードとかつけてくるべきだったんだろうな、きっと。多分ね、多分その方がいいんだよ、絶対。多分絶対その方がいいんだ。これあれですね、全部やりきるのは裏でいいかもしれませんね。一回だけお見せするっていうパターンが一番無難かもしれませんね。あんだけ頑張ってもさ、もらえるのがメディカルスプレーデラックス1本だぜ。1本だったよね、確か1本なんだよ。まあいいでしょう、ガードチャージキルに。あれが物理だった気がするんだよな、デーモンのインフェルノ。インフェルノは確かね、物理じゃなかったっけ、魔法じゃなかった気がするんだよね。あれ、メンタルブレイクビルド打ってきてるから、もしかしたら魔法技だったんかな。だったらあんまり、ガード上げてもしょうがなかったかな。まあ、いっか、殴りましょう。このメンツが一番安定したね。まあ、ただ、インフェルノが来たら変わるんだけどさ。多分来るね、来るね、来るね。これで、アイアンドラゴンが耐えれるかどうかで、耐えれましたね、普通に。普通に耐えれるから。それ考えたら、オーモンは残しといて、このメンツだな、このメンツで殴っていく。このメンツで殴っていくのが安定だから、バナマシンブレイク、パワーエナジーとか早く、魔法が入るのかな、物理が入るのかな。あんまどっちもどっちって感じだね。強くない普通にさ。ノーマルだぜ、これ一応。なんかハードぐらいの強さ持ってるけど。もしかしたらこれクリア後だったかな。調べてみようか、今。今調べてみるね。あー、落としちゃった。危ねえ。コントローラー落としたら怖かった。ガチャって言っちゃったかもしれない。で、スタンが入らないのはいつも通りでしょ。メンタルブレイクヒールとか全然いいよ。デジモンスコールね。サイバースルース。このクエストってクリア後じゃないと思うんだよな。どんどん繋げて。どうだったっけな、どうだったっけな、サブ以来。待ってね、今ググってるからさ。どこだ？あった。以来ね。
これね、なんとですね、チャプター19クリア後なんで、普通に出ますね、クリア前に。まだチャプター20がマックスなんで、そうっすね。そうっすね。あ、嘘です。すいません。嘘じゃないです。合ってます。チャプター19クリア後です。合ってました。なるほどね。本編クリアはしないけんな。あ、さ、あれだ、セイリアもの見ちゃってない。クリア後じゃなかった。ごめん。嘘だった。ごめん。ごめん、見ちゃった。見ちゃいかんもん見ちゃった。ごめん。すごいね、でも。クリア前でこれでしょ。こんな強かったかな。もっとハイアンドロもギリギリだね。ギリギリ待って、頑張って。どんどん繋げて。ギリギリ待って、頑張って。どうにも、どうにも。どうにならないそんな時ファイナルオーダーよね。反動で動けないけど、あーでもノーマルだったらなんとか勝てるね。 MP がないね。ノーマルでなんとかだけど、ハードだとどう戦えばいいんだろうね。だけどもっと有効打点か、まあ、装備ガチガチにせんときついね。ガチガチ装備じゃないと無理か。いや、ガチガチ装備やったら、なんかいろいろあるんだけど、マスターガードとか。マスター系つけとかな、無理なんかな。まあ、2、3周目前提やけんな、絶対。そうなんだよな。もうちょっとだね。こうなると安定ムーブだね。打点がないね、感染。魔法で殴ってもダメ、物理で殴ってもダメ。なんとも言えないね。攻撃力全然違うね。けどこれぐらいがいいよ、これぐらいでいいよ。これぐらいがいいよ。ガルルキャノン。あー倒しきれんかったわ。倒しきれんかった、どうしよう。やめてよ、全員倒さないで。ギリギリ耐えれるよね。うわー、嘘でしょ。あ、やんだろ。あー、自爆した。自爆は効いてないな。経験値奪う前な。自爆は足のほど痛かったよな。倒したよ。7体マウのうち1体、デーモンを倒した。ひとまずミレイとサヨに報告しよう。強かったね。強かったね。動画1本使っちゃったね。動画1本使っちゃった。まあ、いいか。これはどうしようかな。裏でやってもいいな。裏でやってもっていうか、あとは皆々様にお渡ししてもいいけど、さよちゃんのストーリー気になるよね。さよちゃんとのストーリーが気になってしまう。ムーンライトおじさん。ムーンライトおじさんがね、私の中の。なんだムーンライトおじさんって。長大魔王のうち1体は確かね。さすがだわ。うん、まあまあやるみたいね。ありがとう。ナーダイ魔王をすべて倒せば、私の相棒ディアのものを取り戻せる。その調子で頼むわね。別に君のこと認めたわけじゃないけど、ツンデレだね。あ、あなたが持ってるそれはデーモンの角へし折ってきたよ。いる？うん、あげる。うん。なんつの大罪になぞらえられた。なぞらえられたナーダイ魔王がそれぞれに持つという罪の証ね。うん。これこそがディアのものに罰を与えた証でもある。罪の証を何つ全て集めれば罰そのものが消えてなくなるでしょう。なおだいわやかんな。何笑ってんねん。うんうん、デーモンの角、うんうん、あげる。うんカンタ、カンタやめろ。うちの中のカンタが暴れ散らかしてる。カンタどうしようかな。でもデーモンが最初の鬼門かって言われると、どちらかというと、ベルゼブモンとか。ちょっと待ってね。一回調べたい子がいるんだけど。リバイアモンって七大魔王じゃなかったでしたっけ？リバイアモンさんって、
七大デジモンじゃなかったでしたっけなんて思っちゃって、いや違うって信じたいんだけど、おらんねんけど、どこやねんリバヤモン、リバヤモン、どこやあいつリバヤモン、あれリバヤモンが出てこねえ、リバヤモンはどこですかリバヤモンさん、あれリバヤモンさん、あんたは違いね、あんたはオリンポスやもんね、あれリバヤモンどこ行った、あれリバヤモンがいねえ、おったおったおった、リバヤモン、あ、やばいかもリバヤモンリバヤモンは、あれですね、触診を連発してきますね。変わってられないようだったようだな。いや、ミレイカの依頼はいつも通り変わりたいか。リバヤモンが暴食になつられてるので、あと7体のうち6体、あと6体もいるのか。やつ、リバヤモンが一番やばかった覚えがある。あら、ちょっとパーティーデジモンを見直そうかな。見直そう、ちょっと。ちょっとだけ見直そう。正直、勝てる気がしなくなってきた。ちょっと待って、貫通でいかなきゃ、まともなダメージ入んないのよ。どうしよっか。どうしよっか、ほんとに。なんかいい策略、策ないかな。解禁するか。もうちょっとなんだよ、でもレベルマックスまで。もうちょっとなんだ。解禁しようか、ラスボス前やけど解禁しようか。じゃあ多分じゃない。きついよね。いや、この辺とか使ってもいいんだけどね、オファニモン。オファニモン微妙か。こっちだね。でも、覇王両断剣そんなにダメージ与えれないので。だから、ダブルオメガモンよね。ダブルオメガモン、オメガモンでいいかもしれない。覇王両断剣めっちゃダメージぶれるから嫌なの。嫌なの。だからあんまり使ってないの。ダブルアルファも王両剣でいく。これ、プレイしとった時のやつやけど。が、ブイブイを呼ぶ。この子たちは、育てとった子たちなんで。そう、この辺とかね。いっぱいいるの。でもちょっと考えますね。別にまあ、ストーリー進行が見たいだけの方もいらっしゃいますでしょうからね。もうダメージ変動しやすいがちょっとね、使いにくいの。あ、でもこの辺とかいいんじゃない？この子たち弱いんだよな。この子たち進化体化ができないから技がね、もうね、覚えるが決まってるんで、どうしようもないんですよね。まあ、ということで、今回はですね、きつかったね。だが、地獄の門は開かれたばかりですので、ここから頑張りたいと思います。多分、各一体ずつ一方の動画になる可能性が高くなりました。以上です。現場からは以上です。次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。